クリフ・ブレジンスキーは、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州出身のゲームデザイナー。本名は、クリフォード・マイケル・ブレジンスキー。長年、ノースカロライナ州のローリーにある、エピック・ゲームズのリードデザイナーであり、ギアズ・オブ・ウォーやアンリアルなどの人気ゲームソフトに関わっていた。2012年10月に退社。一時期、ビデオゲーム開発からの引退を表明していたが、後に撤回。 2014年にボスキープロダクションズを設立し、ローブレイカーズ、ラディカルハイツを開発した後、2018年5月14日に、ツイッターの自身のアカウントにて、会社の閉鎖を宣言した。ファミリーネームがやや複雑なためか、周囲からは、クリフィービーというニックネームで呼ばれている。クリフィー、クリフィー B とも表記され、オフィシャルウェブサイトのアドレスにもなっている。レンワイズマンが監督する。 ギアズ・オブ・ウォーの映画版では、総制作式として参加する予定。少年時代について、あまり語られていないが、彼は、学校嫌いだったらしく17歳の時には、エピック・ゲームズに入社したと述べている。非常に目立ちたがり屋であり、ギアズ・オブ・ウォー2の追加コンテンツでは、ゲーム開始前にビデオレターで、堂々と登場した。その他、ギアーズ2の発売近日には、 アメリカのニュース番組に出演したりもしている。また、日本のゲームやアニメに興味があるようで、特に、ゼルダの伝説などで知られる、日本のゲームデザイナー宮本シュゲルの作品に影響を受けたと公言している。さらに、スーパーマリオオデッセイなど、任天堂のゲームでよく遊ぶようだ。また、彼の個室には、宇宙戦艦ヤマトの大型模型や、トランスフォーマーのフィギュアが飾られている。 その光景はギアーズ1の特典映像に収録されたインタビューで確認できる。さらには選択肢の一つとして日本のデベロッパーのコンサルタントになってもいいというほど日本のゲームについても造形が深い。ギアーズ・オブ・ウォーのランサャー・アサルト・ライフルを装備するクリフ・ブレジンスキー。どうしてもチェーンソーを装着したかったとのことである。ちなみにこのプロップはギアーズ・オブ・ウォー2の 発表イベントに持ち込んだ代物。彼はテレビゲーム以外にもエアガンを使ったサバイバルゲームが好きらしく、よくアウトドアさながらに外で遊ぶという。このことはギアズ・オブ・ウォーの説明書でも本人が語っている。しかし、その後でテレビゲームをして彼はキャラクターの動きに大きな違和感を感じたのだという。映画や漫画などで見かける。 普通の銃撃戦は物陰などのカバーポジションに隠れて戦うが、テレビゲームの銃撃戦というのは、マトリックスさながらに飛び跳ねたり、サイドステップで横滑りしながら銃を撃つなど、実際の銃撃戦ではありえない光景であった。そこでクリフは、ギアズ・オブ・ウォーにカバーポジションと呼ばれるシステムを採用した。これは、文字通り物陰などに隠れるアクションであり、している間は、 敵の銃撃から身を隠せる上に周囲を簡単に見回すことができるというアドバンテージが得られる。というよりは、このゲームは立ち止まっての銃撃を基本としているので、敵と戦う際は必ずカバーをしなければ蜂の巣にされるのである。よって必然的にギアズ・オブ・フォーの銃撃戦はスピーディーかつリアルなものとなった。ギアズ・オブ・フォーはこのカバーポジションとリアルなグラフィック、 洗練されたデザインのおかげで開発側の予測を遥かに超えるメガヒットを記録した。このゲームはオンライン対戦も大変好評で当時王者だったヘイローにをも上回ったという。もともとギアズ・オブ・ウォーはアンリアルシリーズの一つアンリアル・ウォーフェアとして開発されていたらしい。しかし彼は気晴らしに遊んでいたナムコ・ホームテックのアクションゲームキル・スウィッチに 大きなインパクトを受けた。上記にもあるようにゲームの銃撃戦に違和感を抱いていたクリフだが、このゲームではレインボーシックスベガスやウィンバックのように物陰に隠れるなどのカバーアクションを採用しており、まさにシネマティックな光景を映し出していた。さらに当時バイオハザード4が大ブレイクしており、もともとファーストパーソンシューティングゲームだったギアーズもこれの影響を受け、 サードパーソンシューティングとなった。そのギアーズの最大の象徴と言えるのはチェーンソー付きのランサャーアサルトライフルである。しかし、日本より暴力表現規制が明確にゾーニングされているアメリカとはいえ、テキサスチェーンソーをさながらに人体を切断するというのはかなり問題視されていたようである。そして一時期はその表現の問題からチェーンソーをやめて、 一般的なグレネードランチャーやショットガンユニットをランサーの下に取り付けることも考えられた。しかし、ライフルとチェーンソーという誰も考えつかないようなシュールなコラボレーションをどうしても実現したかったらしく、苦労の末現在のランサーが誕生したのである。この件もギアーズ1の特典映像からの出展である。ありがとうございます。